どうしたどうした、かわいそうに。俺は優しいから放っておけないぜ。その娘間もなく死ぬだろう。お前らに血をやるよ、二人ともだ。あの方に選ばれれば鬼となれる。命というのは尊いものだ、大切にしなければ。さあお前らは鬼となり、俺のように十二気づき上限へと上がってこれるかな。おっとおっと、ちょっと待っておくれよ赤座殿。俺の心配はしてくれないのかい。俺はみんなをすごく心配したんだぜ。大切な仲間だからな。誰もかけてほしくないんだ俺は。やあやあ、久しいな玉子。それは新しい壺かい。綺麗だね。お前がくれた壺、女の生首を生けて飾ってあるよ俺の部屋に。そうだ、今度うちに遊びにおいで。おお、うーん、いい拳だ。前よりも少し強くなったかな赤座殿。まことにございますか。それは申し訳ありませぬ。義勇太郎は俺が紹介したものゆえ、どのようにお詫びいたしましょう。目玉をほじくり出しましょうか、それともまたそのように悲しいことをおっしゃいなさる。俺があなた様の期待に応えなかった時があったでしょうか。俺は探知探索が不得意だからな。いかがしたものか。玉子殿、情報とは何のことだ。俺も一緒に行きたい。教えてくれないか。この通りだ。よいよい黒死坊殿、俺は何も気にしない。いやー、しかしだよ黒死坊殿、申し込んだところで赤座殿は我らに勝てまいが、加えて俺に至っては赤座殿よりも後で鬼となり早く出世したのだから、彼も内心穏やかではあるまい。分かってやってくれ。それに俺はわざと避けなかったんだよ、ちょっとした戯れさ。こういう風にして仲良くなっていくものだよ。上に立つ者は下の者にそう目くじら立てず、ゆとりを持って。さよなら黒死坊殿、さよなら。なんだか俺は会話に入れてもらえなかったような気がするのだが、考えすぎだよな赤座殿。赤座殿、話してる途中なのに。待ってくれ、じゃあ俺も。おーい、琵琶の君、もしよかったらこの後俺と。むー、誰も彼も釣れないな。ああ、本当かい。待たせてすまないね。じゃあちょっとこれかぶってから。どうぞどうぞ、入ってもらっておくれ。